右は45オート弾軍使用のバードショット。これは第二次世界大戦中パイロットのために作られたものでもし撃墜された時彼らの食料収集の能力を補助するという試みだった。ラットショットもしくはスネークショットとはライフルの切られた銃器や伝統的な格好銃、例えば三段銃から撃つために1 2 7ミ、mm、リメートルの とても小さな鉛の三段を薬莢に詰めたものである。ラットショット用の弾薬を使えば、近距離での低威力の三弾銃として、小銃や拳銃を使うことができる。ラットショットとして作られた弾薬はよく、ショットシェルと呼ばれる。最も一般的なラットショットには、22ロングライフル弾や同口径の拳銃用、回転式拳銃用の弾薬が挙げられる。拳銃に利用可能なショットシェルには、 以下が含まれる。22ロングライフル弾、22マグナム弾、38スペシャル弾、QX19mm パラベラム弾、40S&W 弾、44スペシャル弾、45ACP 弾、そして45ロングコルト弾である。CCI 製の22ロングライフルショットシェルは15分の1オンスの12、3弾を詰めている。 また CCI 製の45コルト弾では3分の1オンスの9、3弾を充填している。粒の小さめな型の3弾、例えば22ショットシェルなどはしばしばダストショットと呼ばれ、主に鳥類標本の収集化によって使われている。22口径のラットショットラットショットは、ヘビや月肢類、また他の小動物をとても近い距離で撃つために使われる。 国葬や家畜小屋を飛び回る鳥を追い払うため、農家は小銃でこの弾を使う。同様にネズミを殺すためにも使うが、それは、納屋や物置の金属の外反や屋根を傷めないという単純な理由による。また、ごく短い距離で小さな害虫に使うにも有効である。三段銃射撃の初心者を訓練したり、あるいは、長量の訓練の最初のステップで、 大きな騒音に両犬を鳴らすため、22口径の小銃で、ラットショットが使われる。ラットショットが最もよく使われるのは、マーリンファイアーアームズ社のマーリンモデル 25MG など、専用の格好銃である。ただし近距離ではライフルを切った重心でも適切な三段パターンを与えることができる。アメリカでは、18インチ以下の重心を持つ、 格好銃がソードオフショットガンに分類されることがあるため、いつもライフリングのある重心を装着している拳銃で、ラットショットを使う。トンプソンセンターアームズのコンテンダー拳銃では、357マグナムや44マグナムなど数種類の口径の重心を提供している。仕様の中には、ラットショットを打った際、ライフリングの切られた重心から作られる。 三段パターンを改善するための特別なストレートライフルドと呼ばれる絞りのチューブがある。ラットショットで殺害できる有効射程は限定的で普通は3メートルから5メートル程度である。ラットショットは潰れやすい弾丸、例えばグレーザーセーフティスラグのようないくつかのタイプのものにも使われる。これは目標に命中するまでバラではない一個の弾丸として働く。 また普通の弾頭の有効射程がある。こうした弾丸中の三弾は、当射体を形成するために、薄いシェルの内部で接着ないし焼結されており、着弾で速やかに破裂する。このため貫通の危険、長弾のリスク、過貫通や破片の跳ね返りに関連した副次的被害を抑える。ヘリ打ち式のラットショットのうち、いくつかは、新中薬莢の端部に膝を入れて封じており、 伝統的な三段銃の弾薬に多少似ている。他の数多くのヘリ打ち式やほぼほとんどのセンターファイア式、ラットショットでは中空のプラスチック製カプセルを使う。これはしばしば球弾補助のため弾頭のように成形され、三段を内蔵している。プラスチックケースは射撃の際に砕け散り、三段は銃口を離れた後に散回できるようになる。プラスチック製のケースは 断層から球断される際に割れるという報告がある。ひだを入れて閉じられた薬莢ではこの問題は存在しないが、数種類の半自動式銃では薬莢の抜き出しに失敗することがある。ありがとうございます。